アジアで初ですからね、まずラグビーのワールドカップをやるっていうのが、はい、すごいっすよ。そうなんですよ。だから8年前まで弱小国って言われてたんですよね。そうですね、本当。1995年、はい、今から24年前ですか、うんうん、その時のワールドカップでニュージーランド対日本っていうのがあったんですよ、はい、もうその時ももう一流国、うん、ニュージーランドに157対14とかで負けてるんですよ、はい、めちゃくちゃ大差ね。22トライ取られてる、うん、ワールドカップワーストレコード、はい、一番の大差って言われてる、うんうん、でそっからもう日本でもラグビーの興味がどんどん薄れてったんですよ、はい、日本の国民が、うんうん、その前までスクールウォーズブームで、うん、ね、ちょっとラグビーブームあった、めちゃくちゃブームあったんですよ。そうそうそう、うん、だけどもそこからどん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 下火になって、うん、今やっと、うん、やっとね、4年前の南アフリカ戦、今回のアイルランド戦があって、うん、今2勝してるんです。いや、すごいよ、乗ってます。もうアイルランドには絶対勝てないって言われてて、うん、ラグビー好きであればあるほど無理だろうとは踏んでたし、うん、やっぱ勝ってありがとうとともにごめんとも思ったし、いや本当にそう、その分、うん、決勝トーナメント進出が濃厚になってきたんですよね。濃厚ですね。ただスコットランドに前回大会負けてるんですよ日本、うん、これでその厄介になってくるのが、スコットランドに負けた時に決勝リーグに上がれない可能性が出てくるんですよ。そうなんですよ。なんと前回もスコットランドに負けていけなかった。そう、今回もスコットランドがキーになる。いや、そうね、はい、でも勝てる可能性ありますよね。いや、だって前回はだって、うん、スコットランドが日本と当たった時はスコットランドはその3日前に試合をやってた、はい、うん、でラグビーってすごいぶつかり合いの試合だから、はい、3日間じゃ体力、そうだ、もう全然治らないですよ、うん、治らない、戻らない全然。あ、逆か、日本が、ね、日本がそうだ、そうそうそう、はい、そう、南アフリカ戦が3日前だったんですよ。そうそうそう、うん、そうそうそう、で今回逆です。逆です。そう、今回はスコットランドが3日空いて日本と試合、はい、だいぶ有利だと思う。それは本当にそのどんぐらい違うかって言ったら、そのラグビーやって次の日、うん、朝起きた時にうわぁ痛いが次の日なんですよね、うん、でその次の日、あーまだ痛いな、ちょっと、うん、でその次の日、あー行くかが3日後だ、はい、3日後、はい、もうでもあの5日間ですから、もう行くかの後、よーしで4日目、でもう4日目はもう4日目こうです、もう5日目なんかこうです。おお、やる気満々よ。でも6日目、6日目はどうこうです弱そうだね雑魚チームやね今見た感じ4日目がピークだ4日目だけだと思う、両肩張ってた飽きすぎるとない、飽きすぎるとちょっとでもこれはね、開催国の利でもありますね、はい、日本開催っていう、これはもう利を生かして、そうなんです、はい、日本でやることがまずすごいっていうことをね、そう、